ありがとうございます。プレイステーション版僕の夏休みパート13第13回、いよいよ、いよいよってずっと言ってるけど、いただきます。いただきまーす。本当にいよいよって感じするよね。せんかな、まだ。今日何しよう。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。28日か、あと4日、今日入れてね、あと4日。どう過ごすかやな。お、なんか見てんな。あ、飛行機雲だ。え、どこどこ。おばちゃん、生まれ変わったらジャンボ機のパイロットもやってみたいな。でも普通女の人はスチュワーデスになりたいんじゃないの。うん、どうなんやろ。まあ、佐賀の水やりは終わったんかな。あれ、なんやこれ。うん、ちょっと悲しいな。どこに行きゃいいんや。どこ行ったらいいんやろな。よう分からへんな。とりあえずテントの方行ってみるか。お姉さんと久しぶりに喋ろう。ちょっと遠いけど。まあね、お姉さんと話すためなら全然行きます。ちょっとぐらい遠くてもね。あれ、片付けてある、あのカメラ。ん、あれ、お姉さん、あれあれ、テントなくなってる。さよなら、君はなかなかいいやつだったよ。こんな別れ、こんな別れ。看板には安全のため午前11時までに登山を開始してください、そう書かれていた。今はじゃあこれ登山できるの。できるのか。これは別に登山僕はできるっていうことではないよね。そうか。別に何もないな、ここ。どうしたもんかな。そっか、お姉さん行っちゃったか。なんかちょっと寂しいな、やっぱり。でも言うても夏休みも終わりやからな。まあ、そういうことなんやけどね。僕も帰らないかんないけどね。自分のお家に。お、待てよ、違うか。あ、届いた。おー、98mm、でかいな。9センチやろ、10センチ弱。ちょ、怖いな、それ。そんなでかいのはちょっと怖いかもしれん、もしかしたら。10センチは怖いなぁ、蝶々。そうね。
こに行こうかしら。もう残り時間は少なそうやけど。いやーこうやってなー、こう田舎の名や野道、あぜ道っていうのかな、虫取り網持って虫かご抱えて走ってね。いやー懐かしいな、まあ、俺田舎住んでへんかったからあんま分からへんけど、懐かしいなーっていう気も。あ、こんなところに何かがあるぞ。これは違う、これは何なのか、何でもないのか、それと何でもなさそうやな。あら、はい、今日の遊び時間は終了。はい、よっしゃ帰ろうか。どうしたの？なんか食べたくない。え、ボクくんまで？え、嘘今のよくわかんないや。まさかもしかしたら熱でもあるのかな。うん、もうすぐ別れやからなって考えるとやっぱり食欲がないんかな。え、熱？やっぱり熱があるのかな。ね、僕くん、今つらい？うん、少しほへほへって感じ。ほへほへ、ほへ2回か。ちょっと失礼するよ。ほへ2回。熱、結構上がってるな。ごめんね、早く気がつかなくって。とにかく今日はもうお薬飲んだし、さっさと寝ちゃいましょう。ん？ねえ、おばちゃん。ん？なに？おばちゃん家にいた男の子って、きっととっても幸せだったと思うよ。うん。どうしてそう思うの？僕、その子の代わりできるかな。え？ん？お兄ちゃんはお兄ちゃん、僕くんは僕くん。そうね。でもおばちゃん、僕くんのことも大好きよ。僕もおばちゃんのこと好きだよ。ありがとう。じゃあおやすみなさい。うん、おやすみ。その時、私はなぜか無性にまるで春の日の日だまりに恋した猫のようにくるんと丸くなって、おばに優しく抱きしめられたくなった。何それ。おばちゃん、ん？どうしたの？いや、おやすみなさい。いい、女性ね。はい、おやすみ。ちなみに今晩のおかずはロールキャベツでした。そっか。ゴンゴン、夏風邪ひいたらドキドキ、おばさんのおでこをつけて心ゆの子供になっても子供になってもいいな。そんなこと言わんとお父さんお母さん寂しがるからね、やめたって。よし、じゃあ次。あら、元気になってる。ボクくん、もう元気そうだね。うん、もう大丈夫だよ。そう？それはよかったわ。子供の時って風邪をひくのも治るのもなんだか簡単で分かりやすくてよかったな。なんでも単純なのが一番よね。そうね。じゃあまるで僕が。だって男の子って単純なんだもん。あ、そう言わんと。じゃあいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ご
ごちそうさまでした。ボク君、これあなたが育ててた朝顔の写真、咲いてた間はずっと毎日撮ってたんだけど、その中から特に綺麗なのを選んでみたの。ほう。ちょうど毎日1枚ずついいのがあったから、咲いていた日数と同じ枚数をプレゼント。おばちゃん、どうもありがとう。いえいえ、こちらこそご苦労様でした。これ大事にするよ。でもあんたの好きな花はひまわりなんだからね。調べったら変な子ね。どういうこと？ひまわり？まあいいや、覚えとこう。あんたが好きな花はひまわりなんだからね。そっか。どういうことかわからへんけどな。まあ、いいでしょう、覚えておきましょう。ひまわりか。お姉ちゃん、そういえば今日僕くんのお母さんの予定日なんだよ。え、予定日って何？ね、赤ちゃんが生まれてくる予定の日。へえ、そうなんだ。今日なんやね。今日生まれてくるんか。名前は何にしようかな、何にしようかなって。そうか、俺が決められるんじゃないよね。女の子と私社員になるよね、多分。よし、じゃあ。お母さん、何してはるんやろ。ねえ、僕くんもひまわりが好きなの？うん、そうだよ。男の子はみんなひまわりが好きなの？なんで？なんで？確かになんで。うちの死んじゃったお兄ちゃんもひまわりの花が大好きだったのよね。あー、そうなんや。なんとも言われんな。なんとも言われんな、これは。どうしたもんか。ちょっと調べちゃん探すか。これは調べちゃん、それともニワトリ？そういえば最近ジャンボさんいないのよね。ジャンボ？誰？その人。え？知らないの？もう全く、あんたってダメね。さっさと自分家に帰っちゃえばいいのに。そんなこと言わんでも。ジャンボさんはお魚なの。ああ。紫チューチューのちょっと先に住んでて、調べと仲良しさんなの。紫チューチュー。誰かに食べられちゃったのかな。でも、なんでいつの間にかみんないなくなっちゃうのかな。素朴やけど。誰かに食べられちゃったのかな。でも、なんで。俺が釣っちゃったやつかな。いつもみんないなくなっちゃう。そうね。なんでいなくなっちゃうのかな。素朴やけども確信をつくような、そういう話、なんやろ、そういうお話ができるのかな。過去を作ってほしいようだけど、ごめんね。はいはい。今から作っても僕がここにいる間には完成しないな。そうね。そっか。あと3日、今日含めて3日か。過ごし方考えるか。待てよ、31日、これ1日に含まれんのか。帰る日やろこれ、31って。ってことは2日か、今日入れて。特になんかできることもないんかな。じゃあ2日やと、まあブラブラするか、今日明日で。そういうことね、多分。違うかな。まあ、秘密基地、隠れ家、何やろこれ、アジト、
あいつらにも分かれ言っとかなあかんな。もう俺は明日、明後日か帰らなあかんねえと。戻って、あっちの友達に舐められるんじゃないぞ。僕はもともとあっちの学校に通ってたんだよ。そうだったな。お前、もう少しちゃんと食べて太れよ。うん、ちょうどいいくらいにね。僕くん、もうなんだか長い付き合いみたいな気がするね。そうね。そうだね。寂しくなるな、ちょっと。そんなこと言っても泣かせるな。ああ、鼻水出た。よっしゃ。どこや、行ってないとこ。今日行ってないとこ。今日行ってないとこ。最近あんま行ってないとこだよな。最近、山の方行くか。こっちじゃなくて。そうやな、山の方行こう。山の方に行く。あ、そっか、忘れた。録画してたんやった。よし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 、こっからあと2日。なんか涙出てきた。ああ、2日どうやって過ごそう。もう帰らなあかんからな。このまあ、ふるさと、良きふるさと、第二のふるさととももう別れや。あ、そういえば井戸あったな、忘れた。謎、謎やな。あ、火も落ちたな。ラストカブトムシ見とくか。なんか最高、なんかいるかな。最高の一匹。何？何もいないや。最後にカブトムシか。そこ悪かないな。まあ小ぶりやけどね、全然いいよ。思い出に大きい小さいもないからね。そう、これだけはもう忘れたかんと常日頃から自分の心に、自分の胸に刻み込んでるからね。ほら、もうよかったら、たまたまね、この18分21秒20秒弱前後ここね、見てくれた人も刻んでいてくれたらいいかなっていうふうに思ったりするんやけども、今午前2時でちょっと違う、2時半か。ちょっともう意識が飛びそうなんで、何言ってるか分からへんのやけど。はい、今日の遊び時間は終了。はい、もう晩ご飯ができています。はい、ラスト晩ご飯。いや、まだか、明日もあるか。明日も、ただね、カレーや。じゃあ、いただきます。いただきます。美味しいな、美味しいカレーな、食べたいな、カレー。ちょっと、もうお姉ちゃんいい、どこ行った。あ、カスタネット練習、カスタネット。はい、出ます。お願いします。カスタネットやのうて。はい、ソラノです。あ、久保田のおじさん。久保田。いえいえ、こちらも。あ、はいはい、お世話になってます。え、そうなんですか。じゃあ僕くんに代わりますね。僕くん。ん、まあ子供が生まれたかな。お父さんから電話よ。僕くん、おめでとう。うん、分かったよ、お父さん。賢く、こうね。じゃあね、お父さん。おっとなしくね。おとなしくじゃねえ、賢く。うんとね。1ヶ月頑張りました。男の子だって。
あ、じゃあまた僕くんか。まあ、よかったね。よかった、僕くん。おめでとう。おめでとう。嬉しいわね。そうだ。しっかりしなくちゃな。ね、あ、よかった、よかった。こんなんも受けるんか。じゃあ、おめでとう、お兄ちゃん。うん。うん。お兄ちゃんになる瞬間ってどんな気持ちやったやろな。どんな気持ちやったかな、俺。全く覚えてへんけど。でもそういう覚悟みたいな、ちっちゃいながらも、多分したんちゃうかな。してへんか。もう明日何のゲームしようかなって、そんなんやったかな。お兄ちゃんになる覚悟、お姉ちゃんになる覚悟、ちょっとまあ、ピンとこんな、ピンとこんな音声な。この仲裁主絵日記、はい、男の子ですと。弟誕生嬉しいな、でもそろそろ夏休みもおしまい、嬉しいな、悲しいな。そうやな。お、それはなんだかとてもとても悲しい夢だった。ほう。まるで夢の中の木枯らしの音がなぜかあの日本狼の孤独なおたくびのように感じられて。ほう。それはとてもとても悲しい夢だった。どういうこと？日本狼のフラグっていうか、そのエピソードクリアできてないんかな。ボク君と一緒にこうやって朝ごはんを食べるのもいよいよ明日でおしまいだね。そうね。そうだね。ボク、赤ちゃん見るの楽しみなんだ。帰ったらゆずきさんよろしくね。明日は午前中にお父さんが来るらしいから、ここにいる間にやってしまわなければならないことは全部今日中に終わらせちゃうんだよ。はい。あのさ、何？やめた、なんでもない。ん変な子ね。なんでもないってば。どういうこと？変なやつ、変なやつ。じゃあ、いただきます。いただきます。なんやろう。ごちそう、ごちそうさんです。あれ、調べちゃんがいない。あの子、ごちそうさまもしないでどこ行っちゃったんだろう。うん、どうしたんやろな。なんかアリでも見てんのかな。お、なんか置いてある。よいしょ。なんやろ、お手紙。ん、調べのリボンを見つけた。どういうこと？ちょっと俺意味が分からへんな。ねえ、ボク君、調べ見なかった？え？あの子さっきからいないのよね。心当たりのあるところは片っ端から探したんだけど、どうしても。え？マジか。俺と別れんのが悲しすぎて。そういうこと？まあ分からんでもないな。確かに俺と別れする人はみんな涙流してるよね。何言ってるんやろ。寝れんのかな。まあ起きてるんやけどね。どこへ取っちゃ。ひまわり好き？お兄ちゃん、僕くんも好き？ひまわり好きだよね、僕くんも。うん、みたいな。ひまわり、ひまわりか。
ちょっと待って、秘密基地行こう。ちょっと一回あれ誰もおらん。私が家に帰る前日、高速道路の下の秘密基地には誰もいなかった。何それ。それは当然私にとっては寂しい出来事だったのだが、でも子供は子供の残酷さを承知しているものなので、こういうこともあるさと自分を納得させた。蹴りつけたね。しかし池の上を渡ってくる涼風は、この里山での短い夏の時間がもうあまり残されていないことを私に感じさせた。そんなこと感じさせんのか、風は。こういうこともあるさ、そう思いながら、はい、なんだか胸が苦しかった。いや、そりゃそうよ。うん、なんか込み上げてくるもんがあるよな。まあでもしょうがないわ、家どこかもわからへんしね。というか、この一軒しか家見当たらへんしね、行けるところ。調べちゃんを探すんやろ。中に行ったりせんやろか。クワヤ好き違うな。ひまわり、あーそうか、ひまわりか。あ、お父さん。調べ、おい調べ。あ、調べ見なかったかい。カオルが朝から見てないっていうもんだから探してんだけど。そういえば朝ごはんの後、縁側で赤いリボン見つけたよ。調べるのかな。そうだと思う。やな。誘拐、まあ、今朝やけどな。それって誘拐って、まあまあいいや、そんな話はいいとして、どこ、とりあえずひまわりか。ひまわりやったらひまわり畑、ひまわり畑っていうのかな、ひまわりの丘みたいなとこがあるから、あそこかな。まあその可能性は往々にして、ここ、こっちかしら、この先かしら、違うか。どこ、え、どこにいるんやろ、調べちゃん。どこ、海この先。いや違うっぽいけどな。ちゃうな、戻ろう。山の方にいるのかな。そうか、それか、そっちを見せたか。あ、いた、いたやん、調べちゃん。あんたがいなくなったって誰も寂しいなんて思わないんだから。俺は寂しいけどな。俺は調べちゃんとは言えんくなって。みんないなくなったと思って探してるよ。え、誰がいなくなったの。あんただよ、ちび娘。何よそれ。とにかく家に帰ったら。いやよ、私はここですることあんだからさ。それより家の近くに私のリボン落ちてなかった。落ちてた。あんたなくしちゃってさ、輪ゴムで止めてるんだ。みんな心配してるよ。しつこいわね。あんた何とかしなさいよ。私の下僕だよ。下僕か。そっか。
そうね、こんなこと、こうやってね、こう言い合えるようなのも、もう今日は最後と。まあ明日か。明日帰るから明日が最後っちゃ、明日は最後になるのかな。そっか。はい、はい、今日の遊び時間は終了。はい。ちょっと、調べちゃん、調べちゃんのこと忘れてる。お母さん、調べ、帰ってきたよ。おば、いや心配したけど、なんでもなくてよかったよかった。バーカ。調べちゃん、どこ行ってたの？海の方。あんなに遠くまで一人で行っちゃダメだよ。ごめんなさい。あれ、珍しく素直なんだ。これあげる。え、あげるってば。は、はあ、え、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あ、今回いただきますなかったな。お母さん座ったまま。ねえ、ボクくん。はい。おばちゃん家の女の子って二人ともすっごくいい子だと思わない？おばちゃんさ、あの子たちがこうして近くにいてくれるだけで、ああ、私は生まれてきてよかったな。そしてあの子たちの母親になれてそう思っちゃうくらい幸せなんだ。そしてこんな幸せな家庭を作ってくれた優作のことも大好きなんだ。マジ？そっか。この夏休み、僕くんにもおばちゃんの幸せ分けてあげられたかな。それはよかった。そうね。ありがとう、僕くん。家族やな。俺も両親はまあまだ今元気、割かしまあまあ、まあ、衰えてはいるけどね、元気なんで。そうね、たまには帰ってね、親孝行せなあかんな。んで親はまあこんな子がいて、あれ固まった？嘘やろ。ちょ、待って待って、ここで固まる。あ、よかった。ちょっと今なんか笑顔がこぼれたな。おじいちゃん寝とる。おじいちゃんじゃねえ、おじさんが。今日の晩ご飯何やったんやろ。ちなみにちょっと喋ってみよう。おばちゃん、本当はトゲちゃんとプロのカメラマンになって、自分が死んだ後でも作品を残せるような人になりたかったんだって。まあ、何かわいい子を二人も後世に残せるんだから、結局野望を実現しちゃったのかな。ふ、あれ、そういえばこの話、今まで誰にも話したことなかったのに、なんで僕ちゃんに、僕くんには言っちゃったんだろう。不思議だね。明日帰るからな。あの、お仏壇の方にチーンとしとこうか。仏壇に小さなご飯とお菓子が備えてある。俺が投稿できる話じゃないやな、どうやら。いやー、そう。あれ？お前、こんなとこにおったんか。あんたなんか、さっさと帰っちゃえばいいんだ。お前、そんなこと言ってんのか。もう、夏休みなんか、大っ嫌い。でも夏休みがなかったら俺は調べちゃんには会われへんかったからな。って考えるとな、出会いと別れが一気に訪れる季節やね。季節っていうか、まあ休み、そう、出会いと別れが一気にやってくる。そんな休み、そっか。今日調べを見つけたのって僕くんなんだってね。そうよ。うちの妹がご迷惑をかけました。ありがとう。いや、あ、そうだ、感謝の印にご褒美をあげるね。あ、ラジオ体操カードにハンコが増えた。内緒だよ。そっか、よかった。ラジオ体操カードね、そういえばもらあったな。お、いっぱいハンコ、フルハンコや。これラジオ体操反抗す係お姉ちゃんなのかな。まあまあまあいいでしょう。
から見られる景色もさようだから、ちょっと見といたろうか。遠くに麓の鷺の里村が見えた。うん、まあそれだけ。特に何も変わりなくと。昆虫を、もうこの一も、もう一も逃がしたろ。これまあ、もっとでもええのか、もっとでもええのかもしれんけども。標本にしてしまうか。まあ全部は全部じゃなくていいか。ちょっと残しとこう。絵日記か。最後か。これをしたら最後やからね。はい、多分。違うか。いや。ひまわり探して行方不明。それは僕へのプレゼント。調べ。ありがとう。ありがとう。あ、今のちょっとカットせん方がよかったな。最後までちゃんと聞いといた方がよかったかもしれん。あ、ラジオ体操飛ばしちゃった。大丈夫か。昨日、今で居眠りしちゃったせいか。なんだか。体の節々が痛んだ。じいさん、くさ。ほら、あんまり言うと本当にそうなるぞ。大丈夫なの？まあ、なんとか。気をつけてね。うん、ありがとう。優しいな。じゃあ、いただきます。いただきます。なんか、僕くん、おしゃれな服着てんな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はあ、別れか。うん、しょうがないな。僕くん、お父さん来たわよ。服2着持っとるやん。まあそんな話はいいか。いや、皆さんにお世話になっちゃって。ほら、お前ちゃんとお礼を言わなきゃダメだぞ。一月ぶりに見る父親はなぜかキラキラとした覇気があり、それはまるで人が変わったかのようだった。変わってんじゃん、もしかして。ほら、なんだかとてもお元気そうで。というか、どうしたんですか。いや、なんつうか、二人目が生まれたし、うん、ここでドーンと頑張ってみようかと一大決心なんですが。お兄ちゃん、一体何を頑張るの？なんだろう。3人目？なんだかお兄ちゃんが幸せそうで嬉しいわ。そうか。でも、そういう顔だって。うん。うん。すごいそう。ああ、お母さん、ずるいな。どうしたんだよ。今のところ、とりあえずだけど、うん、私の愛すべき存在はお父さんってことになってるの。何やそれ。とりあえずか。幸せもんやな。娘を持った父親の悲しみ、ここに至れに尽くせり。あら、お父さんを恋人にするなら、ここに強力なライバルがいるのをお忘れなく。あら、そう。でも私だって負けないんだから。お母さん坊主になってない。違うか。調べちゃん、そんな中こう、まあみんな笑いやってるけどね。調べちゃん、ちょっと思うところがあるんやろね。おばちゃん。ん？何？最後のお願い。え？なんだろう。なんだろう。マジでなんだろう。抱っこして。調べちゃん。ちょっと待ってくれ。お母さん、おばさんでいいのか。こらこら、ダメだってば。あ、でも、調べちゃんに抱っこしてはちょっと決まりなんだからね。はぁ、あ、そうね、調べちゃんに抱っこしてはちょっとおかしいからな。ハグもなかなか微妙やしな。やっぱお母さんになるのか。うん、調べちゃんよ。そのまま車乗ってへんか。僕よ、
調べちゃん。おお。止まれ一回。一旦止まれ。あはは、これでいいんか。さよなら。さよなら。これでいいんやろか。髪の毛ふんわり。あ、ひまわりちゃんと持ち帰ってんな、2本。あれ、あのひまわりは調べちゃんと僕ってことかな。違うか。おお、お前ら。私はあの夏に起こった出来事をいつまでも決して忘れないだろう。